あれ、イーターいるじゃん、奥に。はい、どうもみさこんにちは、たいよです。今日もデジモンサイバースルース前回続きからやっていきたいなと思います。で、パーティーの方はね、またちょっとだけ変わったんですが、こちらのアンドロモンは前回からいたと思うんですけども、パンダモン、こちらに関しては前回いたシスタモン、あの女の子のデジモンがいたと思うんですけど、まあ、あれが進化してパンダモンになりました。で、カブテリモンをね、下にいたんですけども、一応下げて今ね、前回いたインプモンが進化してアイスデビモンになってます。まあ、前回はインプモンじゃなくて、もしかしたらウィザーモンだったかな。うん。で、一応今ね、ワクチン、データ、ウイルスって感じで揃えております。なんでね、全員ね、後々は究極体を目指していきたいんですけども、あとはこのゴールドヌメモンなんですけども、こちらは、まあ、経験値をね、稼ぐときに今便利な、プラチナヌメモンに進化できるので、一応ね、育てております。はい。ってなわけでいきましょう。うん。中野地下道。ほう。地下道か。なんかヌメモンとかいっぱい出てきそうですね。地下道ってこっちだっけかな。まあ、トンネル？ほう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 。ロックを解除。集中する。30分後？いや、1時間とか長すぎでしょ、ちょっと。数時間後って1日何してんの？いや、おかしい、100年もな。はあ、で、パンダモンはね、どちらかというと、あの、モンザイモンはね、結構メジャーかなと思うんですけど、まあ、モンザイモンのパンダバージョンみたいな感じですね。これはどのぐらい強いんだ？あ、そこまでじゃないですね。うん。
なんだこりゃ。あー、あったね、これ。これだったっけ？ん？コードスキャン。コピー&ペースト。ヒーローをゲットしたと。特攻門。食らわないんかい。じゃあ何もないん。ボタモン。K。よし。ああ、ほんとトンネルだ。よし、進んでいきましょうか。城は何もないね。ここは何もない。行き止まり？アイテムの見落としとかないようにしないとね。おお。紙白。
これまだ途中なんだ。東京新都庁。明らかに怪しい端末。ほう。アイテムは回収。無理しちゃダメだよ。いや、ここ結構強いな。あ、でもそうでもないかな。リバイブ使えないのか。固有技って感じなのかな。ちょい。あ、まあ、まだ死んだ味方がいないからってことか。多分そういうことでしょう。行くぞみんな。アニマルネイル。ナイス。あれ、イーターいるじゃん、奥に。完全にイーターでしょ。アタック強っ。は？強っ。ヒル。何も有効じゃないんだよな、多分。ミスるし。アニマルネイル。ちょっと回復しとこうか。アイスアーチェリー。うわ、全然食らわない。
500。500。ってことは魔法耐性が下がったってことだよね。OK。フロストクロー。OK。みんなよく頑張ったね。お、戻ってきた。ノーミュージック、ノーライフ。地味犬か？ファーム開発キットがあると、2個目を作れたはず。島を増やす。いいっすね。こっちにファームグッズまだ置けるやつないか。であれば、とりあえずファームには入れとくか。デジモンの移動で、この辺はまだいけないか。ステータスが足りてない。あ、ここいけるね。カブテリも。進化させてみましょうか。カブテリモン進化。アトラーカブテリモン。かっこいいな。フォームバスター、いや、いいね。かっこいい。うん、メモリーが結構圧迫してきたけど、まだ余裕がありますね。回復しといて。はい。まあ、てなわけでね、今回もキリがいいので、この辺でね、終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。